三菱重工や IHI など主要パーツメーカーも、次期戦闘機に、自衛共同開発に、意欲的だとの発表があり、気になるのは、XF9 ではないでしょうか。今回の次期戦闘機に、自衛共同開発を詳しく見ていきますね。やっぱり、IHI の XF9 技術が欲しかったかな。2022年12月9日、ようやく、日本、イギリス、イタリアの3カ国が、次世代戦闘機の開発にあたって、これを、共同で起令を行うことが、正式にアナウンスされ、その名称が、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムであると明かされた。今回のこの GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開始に際して、日本、イギリス、イタリアの3カ国の共同声明では、当該国がベースとなる機体を共同で開発するのだと改めて宣言された。ここで、日本の防衛省は GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行う意義について、3つの3カ国が各々に保持している技術力の集約と、高騰する開発費の分散による1カ国の負担の減少を挙げている。また、イギリスの国防省では、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを、新たな次世代戦闘機を世に出す取り組みであると評しており、必要な各種の機能を盛り込み、2035年での実戦配備目指すとしている。イギリスの国防省が、具体例として挙げた各種の機能とは、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムに随伴させる無人航空機や、高性能なレーダーセンサ類、最新の兵装、高度な情報共有能力を指している。こうした前提の下で、開発が行われる GCAP、グローバルコンバットエアープログラムで完成する機体は、イギリスとイタリアでは、現行のユーロファイタータイフーンを代替する役割を担うことになるとされている。そして、日本では、同じく、現行の F2 戦闘機を代替する機体となることが求められており、現時点で、日本、イギリス、イタリアの3カ国で想定されるそれらの代替需要数は、およそ300機ほどとなっており、必ずしも、多いとは言い切れない数ではある。これまでイギリスが主導して、そこに、イタリアとスウェーデンを加えた形で推進されてきた、テンペスト計画があったが、これと今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムとの関係性については、はっきりとした説明は、今は未だない。だが、素人目に見ても、イギリスが、従来のテンペスト計画と、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムによる、別の2種類の戦闘機開発を同時並行するような選択を行うはずはなく、いずれ集約される形を取るのだと思える。ちなみに、テンペスト計画は、イギリス、イタリア、スウェーデンが参加しているプロジェクトだが、フランス、ドイツ、スペインが主導する、FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムも、ヨーロッパでは始動している。フランス、ドイツ、スペインの、FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムは、テンペスト計画よりも、機体の完成は、遅い時期を想定してはいるものの、参加している国々の思惑の相違から、調整は難しいと、目されてきた。フランスは、かつてヨーロッパ内で統一した戦闘機を目指した、ユーロファイタータイフーンの開発に際しても途中離脱し、自国のみで、現行のダッソーラファールを開発した経緯があり、戦闘機開発には、自負が強い。よって、FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムについても、ドイツに主導権を取られまいとして、自国が、戦闘機開発の経験から、持つノウハウを背景に、開発のイニシアティブを譲らない姿勢を絶えず示している。もともと、フランスとドイツは、第一次、第二次の二つの世界大戦を、はじめとして、幾多の戦争を戦ったかつては、最大の敵国同士の間柄であり、
そうした歴史を踏まえるならば、現在とはいえ、同じ戦闘機開発プロジェクトに名を連ねていること自体が稀有なことなのかもしれない。しかし、今の世界の状況を冷静に俯瞰する目線からは、テンペスト計画と F キャス、フューチャーコンバットエアーシステムも、いずれ費用面を考慮すれば統合されるとの見方も根強く、言っても NATO 加盟国としての利点訴求に傾くと見さされている。そのため、イギリスのタイムズ紙などでは、すでに、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムと F キャス、フューチャーコンバットエアーシステムが遠からず統合されるであろうことを紙面で指摘している。今後も、政治的には、主要国の思惑が影響して、これらが統合されるまでには、ある程度の時間を要することが想定されるが、NATO 加盟国として、ロシアを、最大の仮想敵国とする認識や、費用負担を考慮すれば、着地点は、おのずと定まるとの見方だ。実際にそこに至るまでには乗り越えるべき障壁はあるものの、それが実現されれば、個人的には、日本が NATO 加盟国との地域を超えた安全保障上の連携が深められる可能性が生じることに、一戦闘機の開発に止まらない意義を感じる。実際に、日本の人口や経済規模は、NATO 加盟国で最大規模を誇るドイツよりも未だ上位であり、イギリスをはじめとするヨーロッパの西側諸国が、日本のそうした経済力を当てにするのであれば、それをうまく利用するくらいの気概を期待したい。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムだが、参加する日本、イギリス、イタリアの各国を代表する軍需企業が、それぞれの分野で、有機的に、その役割を担い、目的とする次期戦闘機を生み出す予定だ。まず、戦闘機の機体そのものに関しては、日本は三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が、その製作を担当し、合わせて、プロジェクトの統括も、これらの企業が担う件付けとなっている。そして、機関部については、日本が IHI 社、イギリスがロールス・ロイス社、イタリアがアビオ社が担当し、ことに、日本の IHI 社は、すでに試作機とはいえ、次期戦闘機用の XF9-1 を開発した実績もあり、その成果が活かされることに期待したい。続いて、レーダーセンサ等の電子機器類に関しては、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアがレオナルド社が担当することとなっており、こうした布陣を見ても、イギリスは、テンペスト計画と、全く同じである。今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの発表を受けて、アメリカの国防総省も声明を出しており、そこでは、開発される戦闘機と連携させる無人航空機について、協力体制を取ることが示された。これまで、日本の次期戦闘機開発は、当然のように、アメリカとの共同開発が前提で行われてきた歴史的な経緯があったが、こうしたアメリカ国防総省のコメントを見ても、今後も少なからぬ関与を行うことは想定されるだろう。ただし、個人的に少し気になっているのは、今回も日本の次期戦闘機開発に、アメリカが技術協力を行うと考えられていた中でも、その中核を担うと目されたロッキード・マーチン社は、自社が関与するメリットが薄いと考えたとされる点だ。アメリカ、およびロッキード・マーチン社は、日本の次世代戦闘機の構想は、いわゆる第5世代戦闘機の域を脱しておらず、自国が推進しようとしている NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスとは、共通項が乏しいと考えたと言われている。これが実際に事実であるのか否かは判断がつかないが、
少なくとも、アメリカ側は、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムそのものが、自らが思い描く、いわゆる第6世代戦闘機とは、見差していない可能性はある。しかし、仮に GCAP、グローバルコンバットエアープログラムで生み出される戦闘機が、アメリカが考えるような、いわゆる第5世代プラスアルファの性能であったとしても、個人的には、自由に回収可能な戦闘機を日本が持つ意義は、大きいと思える。